どうもこんにちは、キングヒデです。今回はですね、TikTok を始めた5つの理由をですね、簡単に紹介して、共有していきたいかなと思います。まあですね、本当自分事なんですが、本当最近ですね、僕は TikTok デビューをしまして、結構ですね、一般的なイメージとしてはですね、10代のですね、中高生の間で、流行っていると思われているですね、TikTok を僕は最近始めましたね。2021年なのでちょうど、1週間以内ですね、1月7日にですね、動画を初投稿しましたが、最初の1本目はですね、やはりその撮影からですね、編集して、あとアップロードするまでのですね、アプリの使い方に、少し戸惑いましたが、ただですね、YouTube などのですね、動画編集の手間とかを考えますと、本当アプリが充実しているというかですね、その機能だけでもですね、手軽にショートムービーを作成できるのが一番いいかなと思います。で、今回は簡単にですね、僕がですね、TikTok をやろうと思ったですね、理由を簡単にですね、紹介していきたいかなと思います。TikTok に新規参入した理由ですね、正直なところ一番最初に知ったのはですね、2018年の途中だったので、約2年半ぐらい前ですかね。以前から気にはなっていたんですが、ようやく重たい腰を持ち上げてですね、アカウントを作って、見たって感じですね。で、始めようと思った理由の一つ目がですね、これですね。初心者に優しいプラットフォームだから。アプリのですね、実際に使ってみると分かると思うんですけども、アプリの使い勝手とかですね、あとユニークさも含めてですね、単純にですね、見てるだけでもですね、すごい面白いですね。そしてですね、発信者側の視点から見ますと、投稿した動画をですね、比較的見つけてもらいやすいですね、設計に、今のところはなっていますね。現在ですね、僕は動画をたった2本アップしただけのですね、検証データにはなりますが、どちらもですね、1日経過した頃にはですね、再生回数が200回を超えていますね。このいいねのですね、ハートではなくて再生回数ですね。これは自分の TikTok のアナリティクスを見ますと見れますので、優に200回を超えていたって感じですね。で、この数字はですね、これが上げた動画ですね。で、この数字自体はですね、実際に YouTube 動画をですね、作っている方ならですね、共感していただけると思いますが、立ち上げたばかりのですね、チャンネルでですね、この数字っていうのはですね、YouTube のプラットフォームでは、正直あまりありえない現象ですね。よほどの有名人とかですね、もともと多くのチャンネル登録者を持っている方が、サブチャンネルを立ち上げたとか、そういったものでない限りですね、結構このあたりはですね、他の TikToker の方もですね、同様なことを言っていましたので、あとはこの数字をですね、いかに努力して工夫してですね、上げていくかっていうですね、お話かなと思います。で、正直自分で作っておいて何なんですが、このですね、1本目2本目のですね、動画のクオリティは正直低いと思いますね。ただですね、それでもですね、見ていただけるっていうのはですね、初心者の段階においてはですね、続けていくモチベーションにつながっていくかなと思っています。で、理由の2つ目がですね、若年層の、感性に触れたいと思ったからですね。TikTok のユーザー層はですね、多くの今イメージと一致すると思うんですが、大半はですね、10代後半からですね、20代前半の、若者が大変、ほとんどですね。やはりその、SNS とかですね、あとウェブマーケティングのですね、定説ですが、流行の最先端を作るのはこの世代なんですよね。やはりその、新サービスとかですね、あとアプリを作った際にですね、この層に、刺さらなければですね、裾野自体が広がらず、ヒット商品にはつながらないですね。なので、このあたりのですね、若者の行動心理とかですね、あとは購買意欲などを、リサーチするにはですね、本当に適したプラットフォームかなと思っています。正直なところですね、見ていてですね、ジェネレーションギャップとかですね、世代間というのはめちゃくちゃ感じますが、勉強になることも多いので、このあたりは結構見ていて面白いですね。で、理由の3つ目がですね、YouTube の動画市場が激戦区だから。個人的な本音としてはですね、これも結構大きいですね。僕は今 YouTube チャンネルをですね、サブチャンネルも含めるとですね、自分で運営しているのは3つあるんですが、特にここ1年くらいですね、特に思うこととしてはですね、YouTube のチャンネル自体の数がですね、めちゃくちゃ増えすぎているかなと思いますね。体感としてなんですが、2019年のですね、12月年末頃からですね、軒並みに芸能人の方が参入したっていう背景もありますが、一般の方でもですね、ちょっと最近の新型コロナウイルスの影響もあってかですね、チャンネルを開設した方が増えているかなっていうのは体感としてすごいありますね。
まあ、これはまあ、僕のですね、周りというか友達とかでもですね、まあ、実際に解説した人がですね、まあ、何人かいますので、まあ、YouTuber っていうですね、まあ、職業がですね、まあ、かなり認知を広めた、まあ、証拠でもあるかなと思っています。で、これはですね、まあ、発信するジャンルがですね、まあ、自分とですね、異なれば、まあ、全然関係ないかなって思われがちなんですが、まあ、実質のところはそこが問題ではなくてですね、まあ、難しい言葉を言ってしまいますと、まあ、可処分時間の奪い合いがですね、激しくなることが一番のですね、まあ、問題とか課題なんですね。まあ、この可処分時間というのはですね、まあ、消費者が自分の意思で自由に使える時間のこと、まあ、1日の単位で見た場合、まあ、睡眠や食事、仕事、家事といった生活を維持するのに、まあ、必要な時間を除いた、まあ、残りの自由時間のことであるっていうのがですね、まあ、これは用語集として、まあ、一部引用させていただきましたが、まあ、要はですね、人が1日にですね、まあ、自由に動画をですね、まあ、YouTube 以外の動画も含めてなんですが、見れる自由な時間というのは限りがありますよね。なので、それがですね、まあ、チャンネルの数が増えてしまいますと、まあ、その限りのあるですね、まあ、時間というですね、まあ、パイを奪い合うですね、イストリゲームになってしまいますので、まあ、それにまあ加算してというかですね、まあ、YouTube 上ではですね、やはりその、まあ、チャンネル登録者のですね、まあ、数が多い人のですね、まあ、動画の方がまあ優遇されるし、システムにですね、まあ、アルゴリズムとしてありますので、なのでこのあたりがですね、まあ、かなり市場がですね、まあ、熾烈になってきたというのもですね、3つ目の理由ですね。で、4つ目がですね、まあ、ショートムービーの、まあ、文化に触れたいと考えたからですね。まあ、まあ、ここからはちょっと予測になってしまうんですが、まあ、これからのですね、まあ、時代の流れとしてはですね、まあ、テレビとか、あと YouTube などのですね、まあ、長尺動画から、まあ、Instagram とかですね、あと TikTok のような短い動画の方が、まあ、視聴者の方には好まれていくかなとは予測していますね。まあ、コンタクトにまとめる、まあ、映像の技術とかですね、あと見せ方のセンスを磨くにはですね、まあ、これからの時代のまあ、荒波を乗り越えるにはですね、結構重要な要素だかなとはもう個人的には予想しています。で、最後の5つ目がですね、まあ、単純に面白そうだったからというところですね。まあ、ここはですね、まあ、結構単純明快な答えなんですが、まあ、人が動くですね、まあ、原動力としてのですね、まあ、ガソリンエンジンそのものですよね。まあ、結構大人になるとですね、まあ、変な打算とか計算をしがちですよね。まあ、これやって本当に意味があるかなとかですね、まあ、時間の無駄にならないかなとかですね、まあ、アップしてこれバカに他人にバカにされないかなとかですね、ちょっと僕も若干懸念はしていますが、黒歴史にならないかなというのもですね、思っていますが、まあ、ただですね、実際にやってみてですね、まあ、何か違うなと思えればですね、まあ、やめてですね、まあ、最悪もうアカウント自体削除してしまえばいいかなと思っていますし、ただ現状僕の場合はですね、今はすでにいろんな音楽がたくさん用意されていますので、まあ、やっていて普通に楽しいですね。なので今はですね、なかなかその旅行に行ったりとかですね、まあ、外出して友達とまあ気軽に会ったりすることも難しい時なので、まあ、いかにおうち時間をですね、まあ、楽しく過ごすかっていうのはですね、まあまあ、長期的な目線で見てもですね、まあ、大切なテーマかなと思っています。で、まとめますと、まあ、1つ目が出て、初心者に優しいプラットフォームだから、2つ目が、まあ、若年層の感性に触れたいと思ったから、で、3つ目が YouTube の動画の市場が、まあ、激戦区だから、4つ目がショートムービーの文化に触れたい、慣れたいと考えたから、で、5つ目が単純に面白そうだったから、まあ、本当はですね、まあ、少し戦略的な目線でもですね、まあ、若干考えてはいますが、まあ、現段階ではですね、まだ先が見えていないっていうのもありますし、あと経験値もありませんので、まあ、現状は伏せておこうかなと思っています。まあ、しばらく継続してやってみてですね、まあ、何かつかめたこととか分かることがあればですね、まあ、今後もですね、発信していきたいかなと思っていきますと思いますので、まあ、ぜひともですね、まあ、チャンネル登録等をしていただけると励みになります。今回は簡単にですね、TikTok を始めてみた理由をですね、5つ紹介をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。